確かにいいやって言ってる。ファイヤースピナーが前で4。中央センタースピナーこれ確定。まあでもありそうだな。下がって。神だね。離れないな。ああポイズン帰ってたの？あこれ久しぶり。いやでもこれ多分桜とかには確定な気がする。団体立ち上げはどう？うまくいってる？はいロキシ。まあ。ぼちぼちさ。立ち順番がガチだね。プラさん。おいロキシー。遅れ発生後のプラさんらしいから。さっき契約した中古車の登録書類どこにある？おおポイズンじゃねえか。どうした？何かよ。アビゲイル、相変わらずいいがたいしてるじゃない。ちょいと付き合いな。アビゲイル、合格ってことにしてあげるよ。今日から私と巡業だ。巡業？え？どういうこと？ポイズン、ヒューゴはどうしちゃったの？あんな夢の途中で逃げ出すようなやつなんて知るもんか。アビゲイルの方が骨があるんで誘ってやるのさ。でもさポイズン、社長はここで頑張ってて。アビゲイルが社長なんてたまかい。てめえ、いきなり来て勝手なこと抜かしたんじゃねえぞ。ポイズンったら本当に社長頑張ってるんだよ。営業スマイルだってできるようになったんだから。ほら社長、営業スマイル。いらしゃいませ、お客様。悪かったねアビゲイル、買っていっちまって。あんた立派な車屋になれるよ。ロキシをよろしくな社長。出所したって聞いたからうちの団体に誘ってやろうと思ったのに、なんだい柄にもなく市長なんかに収まってるとはさ。
成り行きでな。スターにしてくれるって話は、また任期が切れた時にでも持ってきてくれよ。毎度、メトロシティ警察です。なんや、市長を襲ってる暴漢がおるっちゅう話できたんやけど。まあ、職務ご苦労、ルシア・モーガン巡査。なーに、なんでもない。ちょいと昔話に花を咲かせてただけでね。そういうわけだ。じゃ、あとはよろしくな、ルシア。そういえば、あんた、ショーだかプロレスだかの団体作ろうと、土佐回りしてたやろ。ヒューゴーとかいうでっかいやつと一緒に。ははー、相方に逃げられてやけでも起こしたんやな。あかんで、だからって無茶な。あんたに愚痴ってもしょうがないんだけどね。どうしようもないことってのはあるもんさ。金持ちの家に生まれるのか、ゴミためみたいな家に生まれるのか、男なのか女なのか、誰も選んで生まれてきやしない。ヒューゴなんてあのがたいだ。暴れる他に脳のないデクノボーさ。戦うしかないように生まれついちまったんだ。はあ、なるほどな。うちの市長もそうかもしれんね。でも私はそんな不器用な連中が嫌いじゃなくてね。おしゃべりが過ぎたね。私はもう行くよ。どこのデクの棒だろうね。私に用でも？分かってるだろう。逃げるやつはお呼びじゃないって。けどね、一番クッソ最悪なのは、逃げたっきり二度と立ち上がらないやつさ。もしあんたがそんなクッソ最悪なデクの棒じゃないなら、またこの私が鍛え直してやるよ。さあ、ビシビシ行くよ、ヒューゴー。